はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジー、続きをやっていきます。前回ですね、聖杯サンド大峡谷のソルスレイ殿から、物資をね大量にもらったんですけれども、その代わり塩の密輸をやれという依頼が来て、それをやるかやらないかっていうところで天秤に測ったところですね。で結局、密輸はしない、それを密告する聖杯サンド大峡谷にという流れのところからやっていきたいと思います。ソルスレイは支援と引き換えに塩の裏取引をウォルフォート家に命じた。だがセレノアはこの不正を聖杯サンド大峡谷に告発しようと決める。それにはソルスレイの目を欺きつつハイサンドの内情に深く踏み込む必要がある。第9話後編、荒野の果てに。おお、申し出を受けてくれるか。賢い選択をしたな、セレノア殿。はい、依頼通り塩を密かに。おっと、そこまで。セレノア殿はお若いな。お、皆まで言うなということです、若様。どこに人の耳があるか分かりませんし、語ればいろいろと取り繕う必要が出ます。できる進化がいるようだ。恐れ入ります。ただ援助の件だけはお忘れなく。約束しよう。後の段取りは任せるぞ、ブッカー。かしこまりました。では別室にて説明いたします。メインストーリーとサブストーリー、七星人の一人カンセル紹介のクラルスと会談、感化できない報告を受ける。七星人7人分かんねえかな。あれ、こっちにもメインストーリーがある。ちょっとじゃあサブからやっていきましょう。カンセル、国境付近で兵が動いているだと。はっ、エンデ家の兵のようです。ソルスレイか、近頃勝手が過ぎる。ガンセル様、やはり例の話は正しいのでは。エンデ家が塩の裏取引をしているという噂か。だが確実な証拠はない。だからこそハイサンドの憲兵隊長であるあなた様にお調べいただきたいのです。我ら商会も不正取引の拡大にはほとほと手を焼いておりまして。しかし相手は七星人の一角、潮の番人だ。教皇の許可なく手を出すことはできない。手柄を欲してすでに動いている方もいるようですが。エグスアムか。だとしても治安を司る私が市場で動くわけにはいかん。やはりエグスアム殿と組むべきだな。こいつはなんかここと組んだ方がいいだろうっていうさね、パルクスリオとかも結局組まなかったし、先にちょっとコーデリアの方やってみよう。私が女王だなんて一体何をすればいいの。全てはグスタドルフ閣下がお決めになる。
あなたはただうなずくだけでいい。従順な妻としてですか。私には自由を認めないのね、エスフロストは。何をすればいいなどと他人に尋ねるようなものに自由は必要あるまい。自由とは、意志を実現させようとする者が自らの力で掴み取るものだ。私はそうしてきた。わかりました。ありがとう。あなたがどうするかはあなたの自由だ。生まれた時から自由だ。お兄様、お父様、私が強くなれるよう見守ってください。あんなガキと婚姻を結ぶだなんて、統治のためとはいえお兄様の気が知れないわ。僕は認めないぞ。なぜ兄様、グリンブルクを僕に任せてくれないんだ。ではサンドバレー、大きな賭けに出たセレノア一行、運命やいかに。スメジュ、ソルスレイ殿の信用は得られたか。表向きは、だが油断はできません。お月の野郎、ずっとベネディクトを睨んでやがったな。疑われている可能性は高い。しかし、だからといって。もちろん、一度決めたことを曲げはしない。ベネディクト、策を説明してくれ。ソルスレイ殿の依頼は、抜け道を使ってエスフロストに非正規の塩を届けるというもの。だが我々はエスフロストに向かうと見せかけ、途中で進路を変え、ハイサンドの首都へと向かう。別行動で迂回路を探っておきました。渓谷を抜ける感動です。現物を証拠に教皇にソルスレイ殿の不正を訴えるのですね。塩だけで彼らを追い詰められるでしょうか。相手は仮にも七聖人の一角です。丸い噂があるのに捕まらないのは、それだけの権力と人脈を握っているから。不正を完璧に証明しないと、裁かれるのは私たちの方かも。首都に入れば賞賛はあります。ハイサンドの七聖人も一枚岩ではない。その隙をつけば必ず崩せる。よし、夜更けを待って出発しよう。了解です。エラドール、気づかれぬよう静かにですな。セレノアたちは闇に紛れてサンドバレートリデを出発。密かに感動に入り、ハイサンドの首都を目指した。月もない夜、一行はかすかな希望の光のみを頼りに暗闇の中を進む。いや、だってさ、これこいつらだけで運ぶの？ソルスレイ、抜け目なく新たな手を打つ。だってソルスレイのさ、なんかこう監視役と一緒に運ぶってはずだったらさ、完全にバレんじゃん。だってあいつはどこ行ってんだってなるから。まあ一応じゃあそのソルスレイ行きましょう。ウォルホート家が私を売るかもしれんだと？
根拠はあるのか？偶然ですが、私の配下が不審な女を目撃しました。首都に向かう感動を調べているようだったと。外見を問いただしたところ、ウォルホート家のアンナという女と似ているようでして。ちなみにその女、ベネディクトの手の者とのこと。あの男の、なるほど、私を告発しようというわけか。あくまで可能性ですが、危険の目は潰しておくべきです。いいだろう、お前に任せる。はっ、すでに感動に兵を向かわせました。私も合流します。もうちょっと前から手打っとけよ。なんで一緒に運ばせないの？他はないよね。虫眼鏡がついてるから RPG パートになるのかな。サンドバレー、ここで戦闘になりそうだな。追っては？いないようですね。フレデリカ様、そんな風に気の緩む時が一番危ないのですよ。なあ、ベネディクト。うん、私が網を張るとしたら、この辺りに兵を伏せる。確かに、獲物を狩るには絶好の地形ですね。念のために辺りを調べてみよう。周囲を警戒しつつみんなの様子を見て回る。弾薬、毒、七星人でありながら塩の不正取引。ソルスレイは細心の注意を払っている。ベネディクト、ソルスレイ殿が我らの動きに気づいたとなれば必ずや追っ手を差し向ける。戦いは避けられません。フレデリカ様、敵が攻めてくるのか。七星人という立場を利用して不正を行う。こそこそするのは性に合いません。真っ向勝負。敵が奇襲してきても必ずも守りします。エンデケが攻めてくれば不正の承認を抑える好機とも言える。敵を生かして捕らえる必要がある。手加減は得意ではありません。気が緩んだ時こそ危険。煙鉄大戦を生き抜いた方の言葉は重い。アンナ殿、姿を見られたかもしれない。何度か視線を感じた気がする。アンナに好意を持ったものかも。アンナ以上に偵察の任務をこなせる者はいない。全ての責任は私にある。事実を言ったまで。こっち光ってたな。あれ、どうやって取りに行くの。700円が落ちている。ここで誰が700円落としたんだろう。他、あった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 。結構入り組んでんな。物理強化スパイス、これ1ターン目の攻め込んでる時になんかスパイス使うのはありだな。副兵の危険に気づく。エラドールトン、さすが戦場慣れをしている。まあアイテム回収して終わりって感じでいいかな。なんか全部回収できたのか分かんないけど。あ、光ってる。上から行かないとダメか。風の範囲魔法、お、いいね。こっ
っちの下はいけなそうだな。じゃあいいや、探索終了。何か見つかっただろうか。皆を集めるとしよう。いや、いろいろ700円とか見つけたよ。若、金を入手しました。なんないかな。来たか。伏兵を警戒し、入念に周囲を警戒して一個。推奨レベル10。逸話が入ってんな。まあ、先に逸話をやりますか。エスフロスト。これはこれは、お美しいご婦人方。今日はその美貌にさらなる磨きがかかる頬紅や香水などをお持ちしました。今回に限り特別にお安くしますので、ぜひこの機会にいかがでしょう。 CO を買うにも苦労するっていうのに、継承なんかしてる場合じゃないわよ。行商人に用はないわ。もう行きましょう。ナンパ失敗。これはこれは、勇敢なる軍人の皆様、ご機嫌うるわしゅう。必要な物資などご用命がございましたら、この私にお申し付けくださいませ。我々は軍務で忙しいのだ。邪魔だ、とっとと失せろ。たく、久しぶりに行商に出てみたが、どいつもこいつもしけてやがる。これなら詰所で商売してた方が。待て、戦争で人々が混乱している今こそ儲ける好機だ。いいことを思いついたぞ。ま、金は必要かもしれないけど、物資があるんだったらそれはそれで。申し上げます。いつもこの詰所で商売をしている者が謁見を願い出ておりますが。分かった、通してくれ。あ、ここにいたやつ。これはこれは、ご機嫌うるわしゅう。いつも我が商店をひいきにしていただき、誠にありがとうございます。それで何の要件だ。この先戦争が長引けば、鉄や塩といったさまざまな物資が高騰するのは確実。しかし私の卓越した交渉術をもってすれば、より多くの資金や物資を集められます。さっき失敗してたじゃねえか。そこでぜひ私を戦いにも同行させていただけないでしょうか。うん、失礼ながら今はエスフロスト、ハイサンド両国に睨まれて板挟みの状況かと。先々のことを思えば、少しでも多くの資金と物資が必要なのではありませんか。分かった、あなたには我が軍でこれまで以上に活躍していただこう。ご検察感謝いたします。さすがは私が見込んだお方だ。では改めまして、私はライオネルと申します。あなた様のお役に立つこと、我が名誉にかけてお約束いたしましょう。よし、これで私の商売も円滑に進みそうだ。ライオネル、仲間になった。何ができんだ。話術で敵を翻弄します。怒らせたり裏切らせたり、戦利品と一緒にお金を獲得することも。それはいいな。ちょっとまた戦闘の前なんで詰所に寄ります。もう普通にセレノアをソドファイターにしよう。二等勲章いろいろ上がるな。みんなが支えてくれたおかげだ。アラウンドソード、
って何？範囲内の敵に物理ダメージを与える。これあれかな、囲まれてる時かな。威力69、威力100。あ、これ強いじゃん普通に。ライオネフ上位クラス、最上位クラス。あ、これ途中で仲間になるやつって基本的に上位クラスなんだよね。お宝でヒットポイント回復とか、油断を誘う神経を逆なでるおまけ付き。おまけ付きって何？詳細これか。戦利品を取得したときさらにお金を入手する。あ、これいいな。こいつあそこで出すのいいかもね、普通に。これでヒューエットランク2にできるな。やろう。でダメージアップ、命中、影縫い一旦延長、暗闇一旦延長か。なんかどっちもいいな、どっちかだけだけど。命中重要だからな、弓は。ちょっと命中上げて、でこっちもちょっと命中上げちゃおう。うん、なんだ、金がないのかも。いや、まだ金があるな。素材が単純にないのか。よし、じゃあヒューエットこれで OK。 なんか逸話がいっぱいあるんだけど。え逸話ってなんかでもアイテムが入るとかってわけでもないけどな。まあ見ますか、あるし。はい、修行してる感じか。ここでセレノは以前に増して技の精度が上がっているな。ドランさんこそクロスアップしてるからね。毎日のように師匠に鍛えられていたからな。それにウォルフォート投手のお前が私の相手をしてくれているのだ。でも二人で稽古をするのは久しぶりです。うむ。今思えば俺が父上と揉めてふてくされるとお前はいつもこうして付き合ってくれた。こたびの鉱山採掘は何故三国共同としたのですか。俺は納得できません。何故とはどういう意味だ。資金のみを提供してあぐらをかくハイサンドなどに頼らずともこの計画は実現できた。エスフロストに技術協力を仰いで二国間でことをなし、円税を下げるようあの国に強く出ることもできたのではないですか。ハイサンドの円税を下げることができれば民の生活が楽になる。それが今この国にとって重要な課題であることは父上も承知しているはずです。俺は三国の総意に基づいて決定したことだ。青二歳が聞いたような口を聞くな。父上、しかし。ローラン、他に用がないのなら下がれ。私は忙しいのだ。式典の準備もあるのでな。わかりました。あの時に父上を説得できていれば状況も変わっていたのかもしれない。ロラン様、自分を責めないでください。今に状況は必ず変わります。だがそれにはお前たちの力が必要だ。無論私はいつでもあなたの力になります。頼もしい友を持って俺は幸せだな。では休憩はこれまで。ロラン様、参りますよ。来いセレノア。
これ信念か高まるくらいしかないからな。まあ仲間になるか信念が高まるか。フレデリカ、ジーラに相談をどうする。セレノワ様はいつもあのようにご多忙なのに、疲れている様子などを全く見せないわね。本当はとても疲れていらっしゃるのです。ご自身が民や兵士の手本となるため、そして皆に心配をかけないようにしているのでしょう。セレノワ、私にお手伝いできることはないでしょうか。ああ、待たせてしまって申し訳ありません。民たちの陳情がもう少しかかりそうなので、あなたとジーラは先に戻っていてください。そうですか、わかりました。あの、くれぐれもご無理はなさらぬように。私なら大丈夫です。心配してくれてありがとう。いいえ。はあ、ため息とは珍しいわね。どうしたんです？私、ため息なんてついていましたか？悩み事？私でよければ相談に乗りますよ。実は時折、私は今のままでいいのか心配になることがあるんです。もしかしてセレノワ様とうまくいってないの？まさか、セレノワはとても優しいお方。ただそれだけに逆に考えてしまって、私は彼のお役に立てているのかって。セレノワ様はお疲れなのよね。じゃあこの疲労回復薬を送ってみてはどう？前に行商人から手に入れたんだけど、ちょっとした疲れなら瞬く間に吹き飛ぶそうよ。でもそれは私が彼の役に立っていると言えるのでしょうか？なら手料理なんかどう？需要のつく料理をセレノワ様に作ってあげるの。私の料理をセレノワが？セレノワ様もフレデリカの手作りならきっと喜んでくれると思うわ。でも私は自分で料理をしたことなどうまくできるでしょうか？だから挑戦するのよ。大事なのはうまいか下手かではなく、作ってあげたいという気持ちでしょ。はい、これが料理の本。初めてでも作りやすい料理が書いてあるらしいわ。ありがとう、ジーラ。作ってあげたい気持ちか。フレデリカ様、マジでいい人すぎんだろう。あと2つある。エラドル、ヒューエットに持ちかけた相談。相談事ばっかだな。やれやれ、近頃やけに忙しいな。ゆっくり酒を飲む暇もない。エラドール殿、あなたはベネディクト殿と古い付き合いでしたね。ああ、ガキの頃
シモン様にお仕えして以来の腐れ縁だ。若い頃はよく一緒に無茶をしたもんだ。あいつはいつもろくでもないことを考えては俺に実行させてな。若い頃だけではないでしょ。違いない。で、何か相談があるんじゃないのか。ええ、ベネディクト殿に妙な質問をされたことを思い出したのです。雪スズランが咲いている場所ですか。フリューゲで飛んでいるときにどこかで見なかったか。以前は山奥などに咲いているのを見かけましたが、近頃は見ないですね。やはりそうか。もともと珍しい花ではあったが、近年はさらに数を減らしているようだ。手に入れたかったが諦めるしかないか。でもまるで咲いていないわけではないでしょう。私とアンナで探せば見つかるかもしれませんよ。いや、お前たちにはやるべき重要な仕事がある。個人的なことだ、忘れてくれ。はい。つまりベネディクトが雪スズランを探していたと。それの何がおかしい。おかしくはないですが、興味がありますよ。だってあの冷徹なベネディクト殿が花を探しているなんて。しかも雪スズランの花言葉は永遠に変わらぬ思いだ。そうです、やはり何か知っているのですね。ベネディクト殿はなぜ雪スズランを欲しがっていたんですか。ひょっとして一流の女性に贈るためでは。ヒューエット、誰にだって大事な思い出があるもんさ。俺にもお前にも、あのベネディクトにだってな。そしてそれは他人に触れられたくないもんだ。だろ。その通りですね。無神経な質問でした。今回のことは忘れます。柄にもなく説教しちまったな。勘弁してくれ。いいえ、お二人は本当の友人なのですね。ただの腐れ縁さ。酒をおごってくれたらあいつの若い頃の失敗談を話してやるぜ。考えておきます。ところで雪スズランは本当に咲いていないのか。少なくともこの周辺にはありません。南方の山岳はまだ探していませんが。南方の山岳か、遠いな。あるかどうかわからんが、諦めたくないよな、ベネディクト。さあ、そしてユリオ、エラドールと巡察に訪れたアルムラ。名もなき農村。お願いです、どうか麦をお返しください。食べ物なら先日もお渡ししたはずです。お黙り。食料の徴発はウォルホート公のご命令よ。まさかお前たちウォルホート公に逆らうおつもり。滅相もない。しかしあのウォルホート公が本当にそのようなご命令を。お前たち
グリンブルク名家の出である私の言葉を疑うのですか？いや、誰だお前。何か騒がしいですね。行ってみましょう。おい、どうしたんだ。これはこれはエラドール様、村の巡回ですの。お役目ご苦労でございます。あんた確か最近オートから逃れてきたんだったな。私はウォルホート公に協力するために参ったのですわ。手土産に食料を提供するとお約束しましたの。それでどうしてこちらの方々と揉めているのですか。事情を説明していただきたい。お願いでございます。どうかわしらの食べ物を持っていかないでくださいませ。ウォルホート公は民をいたわるお方と聞いていたのに、なぜこのようなことをなさるのですか。これはどういうことですか。民からの食料の徴発はセレノア様によって固く禁じられているはず。まさかセレノア様の名を語って民から勝手に食料を奪っているのではないでしょうな。なんて失礼な。私はウォルホート公のために食料を集めているのです。感謝してほしいくらいですわ。おいおい、それで若が喜ぶとでも思ってるのか。そもそも若がそんな指示をするはずないだろう。だとすればこれは明らかな不正行為だ。このまま見過ごすわけにはいかない。貴殿を拘束し牢に入れるものとする。追って処分が下されるだろう。なんですって。私は栄誉あるグリンブルクの貴族ですのよ。そなたごときが偉そうに指図できる身分ではないの。身の程をわきまえなさい。おい、気持ちはわかるが、若の許可もなく一人で決めていいのか。セレノア様に伺いを立てている時間はありません。グズグズしていると民の不満が増すばかりです。それに不正をした者は民の前で裁かないと示しがつきません。連れて行け。このままでは済まさないわよ。覚えてなさい。若の名を利用するとはひどい奴もいたもんだ。ユリオのおかげで胸がスッとしたよ。ありがとうございます。おかげで助かりました。これで皆飢えずに済む。私たちはあいつに騙されてたんだ。やはりウォルホート公は良いお方だったのですね。また困ったことがあればいつでも私に言ってほしい。善処することを約束しよう。また逸話が出てる。これ多分仲間になる系だよね。なんか変な。大魔法使い。グランダンテの孫とかだね。止まれ。この先はウォルホート公の詰め所だぞ。そのウォルホート公に会いに来たんだ。どうしておくれよ。妙な格好をした怪しい奴め。不審なものを通すわけにはいかぬ。どこが怪しいっていうのさ。この衣装は由緒正しい。うるさい、さっさと帰れ。待ってくれよ。おい、ウォルホート公、聞いてください。騒がしいな。一体何事だ。それが妙な若造がセレノア様に会いたいなどと申しておりまして。僕はナルブって言います。他の大魔法使いグランダンテの孫にして最後の弟子が、あなたのお力になれればとやってまいりました。
大魔法使い？失礼ですが、グランダンテとはどなたですか？私もいくらか魔法を学んではいますが、そのような方は耳にしたことがないのですが。ご存知ない？やっぱりか、やっぱりなのか。あの、何か失礼なことを言いましたか？いえ、どうかお気になさらず。それでは気を取り直しまして、僕が大魔法使いグランダンテの最後の弟子であることを実際にお見せしましょう。すごい。ざっとこんなもんです。鮮やかなものですね。これは天性の才能でしょうか、それとも。じっちゃんの大魔法使いグランダンテの教えがあってこそですよ。だからどうか軍に加えてください。お願いします。セレノア様、彼の魔法は強力です。自信を持って推薦できます。それはありがたい。それではナルブ、どうか私と共に戦ってくれないか。もちろんです。僕の魔法で世の中を変えてみせますとも。ナルブ、まあ、魔法系は、まあ、言って全然損はないからね。多属性を使い、スーパー魔法使いですってね。全ての属性魔法所持、風魔法で敵の向きを変えることもできます。え、すごいやつなのかこいつ、本当に。じゃあようやくだな。ようやくメインストーリー行きましょう。何か見つかったか？いいえ、あったのは私たちの足跡だけです。おかしいな。はい、いくら通るものが少ないとはいえ、一つもないとは。誰かが足跡を消したな。これはウォルフォート家の皆様、意外な場所で会いましたね。一体どこへ向かうつもりですかな？それはもはや取り繕う意味はありません。知られた以上排除するのみ。排除されるのはお前たちだ。やれ！めっちゃいっぱいいんだ、囲まれてるし。ブッカー隊との戦い。まあ、いつものメンツだよね。回復役ちょっと補佐なら若干使いづらかったんだよな。コーレンティン、まあ、抜くとすればコーレンティンを誰に変えるかだよな。ナルブってどうなの？こっから見れる旋風、あ、回復の範囲魔法持ってんじゃんこいつすげえな。ナルブ入れようかな。氷結魔法あるんだったらさ、コーレンティン、コーレンティンの上位互換じゃねえかこいつ。もしかして僕やるよ。ヒットビート131、まあレベルがちょっと違うけど150にあるしね。魔力とかどうなんだ、15。コーレンティンここに来ちゃった。魔力14、いや全然いいぞナルブ。よし、これでいこう。で、配置的にどうするかだよな。まず全員上から行くか。こっちは剣士、剣士、弓、弓。ちょっと上を陣取ろう、まず。ヒューエットはまあ多少、位置取りがあれでも大丈夫だから、まあこれでいきますか。例によってエラドールは突っ込ませるでしょ。
課題。ここで仏家始末しちゃっていいの？この程度の浅知恵で私を欺けるとお思いか。我々を苔にした報い受けてもらいますよ。この場で蹴りをつける。みんな一人残らず打ち倒せ。腕が鳴るぜ。行きます。あ、待って、その防御アップみたいなの使おう。物理防御4つ持ってるし。そんな、うわ、つえ、敵がつえ。いや、やられた。しまった。やられた。頼んだ。まさか。いや、やられる。やられた。セレノ、やられた。怠慢に負けた。残りフレデリカ様だけだ。TP チャージ容赦ない。いただきました。死んだ。第2戦、ブッカー隊との戦いで、ちょっとレベルを上げてきました。まあ、そんなにすごい上がったわけじゃないけど。この程度の浅知恵で私を欺けるとお思いか。我々を苔にした報い受けてもらいますよ。さっきたっぷりと受けたんだけど。この場で蹴りをつける。マジで強え、こいつら。一人残らず打ち倒せ。で、配置ちょっと一応考えたは考えた。エラドールをここの的にしよう。あの弓兵ので、あともう一つが、ちょっとエラドールは最初動かしたっていいか。一応的になるんでここに置いとく。ここでいいか。このままここに置いとく。駆け足用意しとこう。次のターンで動けるように。覚悟を見せよ。てかエラドール最初に先人のスカーフで動かさなくてもよかったな。で、どっち向くべきかな。こっち向いとくか。行きますよ。やっぱブッカーが厄介だよね。行きますよ。ダブルターンで、そしたらもう早急にこっちに逃げたいんで、あの高台の方に。なのでですね、切り札を使います。全然使ってなかったけどね。これ移動ターンじゃなくて移動力に上昇。これでもうどんどん攻め込んでいこう。なんていうのこれ。うお、めっちゃいける。すげえ集中攻撃食らいそうだけど。こことかすごくない？なんかみんなから食らうな。まあまあまあ、でももういっちゃおう。誰か犠牲者が出るのはもうしょうがないよね。攻撃できねえかな。ここ行けばでも攻撃できるか。あ、攻撃いけた。二段突きもいっちゃうか。二段突き1だけか。突破突きはあれだしな。こうだな。ダチン発生するでしょ。よし、 OK。 ダチンでも経験値上がるんだ。もうこれはこっちを向いとくか。後ろ取られっかな、このままだと。でも縦兵はあんまり動けないとはいえ。固まった。いや、マジか。めった打ちになってんなこれ。いきます。ヒューエットで、ヒューエットもまあちょっとガンガンいきますか。で、暗黒の矢、これでいけるか。暗闇 90% か。結構でかいな。よし、行こう。この距離なら。え、暗闇だったなってなくね。こっちの出番だね。で、ホサマラ入れたんだけど、ここだとロランが回復できねえな。挟む？ここ挟めるよね。元気出しなで回復をしたかったんだけど、あー、勝てな。セレノワで回復させるか。ヒットポイント範囲回復でも多分もったいないから、やっぱなんかアイテム使っとくべきだったか。投げる。風の範囲魔法とか。2体入るのがいいな。
まあやってみるか、とりあえず。こいつでどうだい？3620どうなの？ちょっとよくわかんない。まあそもそもこの戦法がハマってるかって言われた。うわベネディクト、谷の上の弓兵に気をつけろ。地の利ではいささかこちらが不利ですな。そうめちゃくちゃ不利な位置にいるからね。どこかで腹を決めればな。足を止めれば的になる。手も足も出まい。さあ矢の雨を降らせよ。切り札で一回止めるか。それかさあ行こう。ただその切り札を持ってないんだよね。買ってなかった気がする。あこれ使う。あと切り札ポイント2あるからな。もし使おう。ちょっとロラン一気に回復させよう。戦況を崩さないように。あと1個はもう本当にあれだな、どっかピンチになった時に使うか。アラウンドソードはまだ全然だから火力がちょっと弱いよね。ディレイも火力が弱いんだけど、まあ95。あこれ強いな、攻撃力が強いな。使うか今か。あれこれなんでこっち向いてんだ。風であれやったからか。ミスってるし。悪く思うなよ。見たか最善の手を。よしベネディクト、さあさあさあどうする。ベネディクトじゃないやつでなんとかしたいけどな。まあいっか、ちょっと挟んで攻撃するか。ベネディクトは若干やっぱ火力は低いからね。どこ見てんだい。追撃とあんまり変わんねえし。ただこっちもこっちで固まったから、オーバーウォール。じいちゃん見てろよ。なる。どうする、回復する、それとも。おこれこういうあれか、複数って。まあいいや、やってみよう。風よ2人入るし。43、まあまあ終わるから。すぐ後ろ向いて、いいね。で結局こっち向くか。食らうな、やっぱり食らうな。うわ狙われた。投げナイフ、わざわざこっちを狙ってきたな。じゃあ一回灰魔法で、まあ、自分も回復しつつ。これが私の役目です。ありがとう。よし OK。 ジーラいいね。ユリオ挟むか。ユリオ一応火力系ではあると思うから。成果を得られました。よし OK、 レベルもアップ。この弓兵もちょっとパワーショット強えな。やっぱり挟まれてる。行きます。フレデリカ様どうする。フレデリカ様なんかちょっと移動力やっぱりあんまりないな。しかも前線に出すと狙われるよね。ちょっと遠距離魔法でなんとかするか。これ燃えるんだっけ。でも今燃えるやつはいないな。よし燃やそう。焼き尽くします。いいね、強い。フレデリカ様もちょっと上級職にあげたいな。いた、やばい死ぬ、うん、どうする。こいつ弓兵か。ホッサーバラ狙われんな。これ死んだわ。おっと、おお、でも無理だ。情けないね。かかってこい。エラドールも前線に出すか。エラドールをちょっとこっちに出そう。でも盾役だからこうだな。来たぶっか。行きますよ。ダブルターン。どこに来る、誰。仕方ない、私が直々に相手しましょう。痛めつけましょう。解除するか。いい気味ですね。もう一回使うか。そうすると
やばい、死ぬ、ガチで死ぬ。使うか、マジで使おう。これはステータスも、あ、使用済みだと使えねえじゃん。ゲッ、そうか、2回使えないのか、知らなかった。じゃあちょっとしょうがないし、ロラン死んでもらおう。君には犠牲になってもらうしかない。回復する、だってダメージ与えてた方がいい気がするんだよな。それか台でなんとか生き延びるか悩ましいところだ。もう一個切り札が欲しいな。ちょっと回復するか。じゃあ回復台でもらうぞ。で、向き的にはどうする。これでいいか。だいぶ挟まれてるよな。どこへ飛びましょうか。で、ヒューエットはもう後ろを取るから、縦兵が倒せんな。こいつ厄介だからな。倒そう。とどめ、捕らえた。やらせてもらう。OK。どこから攻めるか。からの、からのどうする。燃えてるところには行きたくないかな、こいつだな。倒せんな。よし。これ通過するだけでダメなの。それは知らなかった。でも赤いマフラーで回復したわ。よし、前回よりだいぶ戦況はいいな。前回ボロボロだったかな。やっぱり1回マップをやると違う。で、ベネディクト行くか。こうやって、で、今だにして、あ、今だ、結構範囲広いな。フレデリカ様ありだよな。いや、でもちょっとセレノアにしよう。準備は抜かりなく。で、こうやって、で、セレナを動かしてここで挟もう。で、これで、あ、こいつか。こいついけるんだったら、あれ、普通の攻撃は無理か。あ、じゃあ1個これ行こう。倒そう。挟んで弓兵倒そうかなと思ったけど、倒せると倒しとこう。 OKOK、 いいね、だいぶいいよ今。よし、イラドル。やりやがった。で、ブッカーだな、問題は。あと、ブッカーもどうにかしたいよな。ナルグ。あ、回復があんのか。でもこれ、使うとちょっと TP がなくなっちゃうから。燃やすとちょっとなんか厄介だから。いや、雷の範囲がないのか。炎で燃やす。あそこは届かない。届くところといえば、まあこの2人か。じゃあ3人狙いたかったけどな、全然変ねえな。じゃあ回復した方が良くないか、なんかで。足止め44ユニット行動後に、あ、燃焼中かってことか。ロラン回復させるか。ロランの隣、ここ燃えてっけど、いや、こっちだな。後ろは取られないようにしとこう。で、毒を直す。使って。オッケー。あ、後ろ取られなかったらここもありだな。行きますか。で、ジーラはここに来て、ジーラはもうマジで回復。これ1だな。1の回復でいこう。ロラン。回復します。なんでいちいち燃えるところ、変なとこ燃やしちったな。うん。オッケー、オッケー、オッケー。悪くない。こっち見とこう。私ですね。で、ユリオは。
フレデリカ様がちょっとやっぱ減ってるから TP1 回復させて、フレデリカ様だな。頑張りましょう。嬉しいです。 OK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 。 ちょっとあんまり進んでもしょうがないかな。あ、まあ、ここら辺にしておきますか。で、弓兵が誰狙ってくるかなるか。うわ、終わらせましょう。攻撃力がで、ちょっといっちゃうか。で、炎で3人入るから。弓兵ちなみにどんな感じ。まあ弓兵も結構減らせられる。やっぱでも3人一気にいきたいな。炎よ、いけ。37も減るの。もうここはまた誰か一人死ぬのを確保するしかない。うわ、なるべ、いきますよ。食らいなさい。こいつスロー。つけいる隙は。ダブルターン。当たるかよ。もういいね。カウンター。しょうがない、エラドールはマジでしょうがない。倒したい、倒したい、マジで倒したい。ここって攻撃できんの。あー無理だ、高いんだな。いや炎のところにはちょっと痛くないわ。結構減るからな。こいつ後ろ取るか。体当たりしよう。吹っ飛ばせ。熱い。オーケー、いけ。よし、ガッシュで、こっち見とこう。で、ロランをどうするか。ロランちょっと下に下ろすか。で、この2人に攻撃して憲兵倒せっかな。まあ無理か、無理だけど、ちょっと一回戦況こっちに戻そう。ここだぞ、倒れろ。決まったな。よしよし、だいぶ減ってはきたな。あとこっちの軍隊がやっぱ厄介な、挟まれるなこれ。あ、ユリオか。フレデリカ様、もう魔術系がすげえ減るからな。一発食らうと。見せましょう。で、ヒューエットか。ヒューエットどう動かすか。この憲兵が倒せんのか。憲兵も倒せんな。ナルブでも生かしたいよな。ちょっともう一回。フレデリカさんも減ってるしな。弓で攻撃できるのは結構でかいからな。フッカーはまだ254ある。ちょっとヒューエット一回生かす方向で、ナルブを生かす方向で。100がちょっと少なくなってきた、回復の。弓兵がそろそろもう射程に入ってるか。いいね、命中率低いのか。あ、治療兵が来た、やばい。フッカー回復されたらちょっと面倒なことになるな。憲兵誰に来る。 OKOKOK。 エラドールはミスった。負けられない。セレノア始末できるやつを始末したい。こっちの弓兵も厄介だけどな。こっちがだいぶ戦場になってんだよな今。一人ずつ始末していくか。ここ攻撃できる、攻撃できないか。じゃあこれだな。アラウンドソードは入んないか。やっぱり高さがダメなんだな。憲兵か盾兵か。盾兵は倒せないから憲兵倒そう。数を減らす。はあ、いいね。セレノア使いやすい。しかも絆ありで手に入れたって何だか分かんねえけど。いきますよ。北がぶっか。誰、これでどうです。ドックにしてくるな。ほっ、何、リュウシロー。情けは禁物です。じゃベネディクト、ベネディクト今1しかないからな。どうする。ちょっとアイテム回収とかってもう余裕がないな。フレデリカ様どうだけ減ってんだっけ。96、まだ半分ちょいか。ユリオも半分以上ある。死亡者はやっぱ出したくないからな。ベネディクトはちょっと火力がないから一旦
レデリカさんはちょっとケチってこう、こういや、9個か、いや、ケチんだり行こう、ちゃんと回復させよう。戦況を変えましょう。これで戦えます。で、どっち向けばいい、こっち向いとくか。やっぱり炎は避けてくるね。で、ナルブ、こっからさ、風魔法打つとどうなる、どういう範囲だこれ。あ、自分を中心に1、1、3、3って感じ。え、じゃあどう入る、ちょっと待って、ナルブ一回動かそう。ここに動かして風魔法で3人入るな。ただちょっと火力が多分弱いんだな。そんなことないなそんなことはないぞ。倒せるものがあったらちょっと倒したい。氷結とかどうなの。あ、こことかで15。氷結でこれさ、燃えてんの消えるかな。あ、消えた消えた、消化できたわ。行きますか。で、ジーラは、フレデリカ様がもう回復してあんのか。ってことは単なる回復魔法でドランだな。傷を癒して。すまん。よしよしよし、いいね。コスアバラがちょっと最初に落ちたのが結構痛かったけど、まあなんとか直せんな。で、フレデリカ様がまた1だから、ちょっと決めてこいって何。あ、 TP2 か。いや、だったらもう次で決めるだな。てかもうできねえし隣に行かなきゃいけねえし。え、じゃあどうする。射程がない。決めてこいよ。あ、決めてこいよはいけんのか。フレデリカ様の魔法は重要だからな。ちょっと TP を、あなたならできる、増やしておこう。ここで2回打てるからね、もうあとで。ユリオちょっと後ろ取られるのにこっち見とこう。いった収めるために、やはり強い。で、この魔法でここ3人入れる。私の魔法で強い。フレデリカ様マジでいいわ。次フレデリカ様上級職にしよう。どうする、上行く。いやー、どうだろうな。もういいや、ここを戦場にして。フレデリカ様もう後ろに取られるかもしれないけど。いや、ナルブが死んだわ。しょうがない。炎上だ。ちょっとそろそろエラドールがまずいか。ブッカーが厄介だよな本当に。こいつ倒したい、倒そう。もう普通に攻撃する。どうだ。よし、 OK、 こう回収しよう。エラドール一回回復しておきたい。どうする、ブッカーを倒しにかかるか。こいつに2人入るよな多分。今ダチンも入るから突破突きするとさ、これどうなる、下に落とせないか。まあいいや、ランスで普通に行こう。でダチンやってからのさらに攻撃。若干フレデリカ様が射程に入っちゃってるけど、どうくる。 TP チャージ、いきますよ。ダブルターンとかもうずるくる感じで。あれ、てか俺あれアンナちゃん入れてなくね今思ったけどいきます。決定的にミスったな。ちょっと上の弓兵は一旦ほっとこう。これ暗闇にできる 36% か。ちなみに駆け抜いてどうなの、足止め 0% あ、無理だだったら高台から攻撃で、まあまあだな。こいつブッカー最後残っちゃうよな。弓兵攻撃する。いや、上の弓兵ちょっともうセレノは一人に任せるかな。じゃあエラドール回復させるか。ちょっとまずいからな。じゃあ攻撃になってるわ一旦。あ、いけねえ、いけねえわ。じゃあちょっと暗闇の矢だな。
あ、撃てねえじゃねえかよそもそも移動しないと。じゃあ移動するか。で、物価そもそもが 78% しか当たんない。奪えばどうだ。いや、わかんねえ。なったかなったかなってねえか。なってないな、これ。耐えろ。あー、やばい、やられたか。いや、どうだか落ちた。回復魔法鬱陶しい、マジで。助かりました。どこから攻めるか。いや、きついな。やっぱセレノマちょっと物価行くか。弓兵がマジで鬱陶しいんだよな。倒しておきたいは倒しておきたいけど、ちょっとダメージ、あ、そうか、もうこれ見れねえのか。いやー、やっぱ物価ちょっと減らしとこう。ディレイかけとくか。絆ありて、なんか発動したけどよくわかんねえ。冷静に行きましょう。で、ベネディクト、フレデリカ様減ってんのが気になるよな。アドランがだいぶ立て直したかんな。後ろとこ、後ろ炎があれば多分後ろは取ってこないと思うんだよね。で、回復で、まあ、自分も含めてこうだな。支えなければ。すまない。よし、一旦ここは立て直したな。ユリオが1か。フレデリカ様はもう一回撃てるからってことはよ。どうするか。毒ってるしな。挟まれないようにちょっとここ陣取っとくか。攻撃する。ちょっとあんまり攻撃しないのも厳しいからな。最善の手を。で、ベネディクトか。ベネディクトで回復させるか。セレノは OK、 フレデリカ様は OK。 ちょっとユリオがまずいか。ヒットポイントを優先しよう。戦況を変えましょう。僕はもうしょうがない。争いを。で、フレデリカ様が撃てるから、これ炎魔法と。あー、ここいセレノアのとこ燃えちゃうか。あー、でもここはここで燃やせんのか。セレノアのところ燃やしたくないからこうだな。炎よ。よし、いいね。フレデリカ様勝ちつえ。弓兵来るか。まさか。うーわ、これは。うわ、やばい。そんな、いやつえ、これ落ちたか。回復薬落ちたな。そうすると物価減らすか。セレノで挟もう。二段突きは二段突きいこう。で、あと燃えるんじゃないかな、まず勝手にやらせてもらう。俺は困難から逃げない。で、後ろ見とこ。どうせ燃えるっしょ。強っ、行きます。で、あ、ヒューエットでもさ、弓でやれば物価倒せるわ。挟めるもん。グレートボーで物価決まったな。よし、とりあえず物価倒せばなんとかなる。フレデリカ様も生きてるから。やつらを通してしまってはエンデケの名に傷が。燃え、貴重な戦利品燃えてんぞ。で、シロチと取られないでしょ。あ、違う。まあ、いいか。フレデリカ様、うわ、弓兵超食らうよ。いやー、やばい。どこから攻めるか。フレデリカ様は回ってくるな。誰だ、次攻撃してくんの。ここ陣取って倒そう。とどめ。で、回復兵はまあそんな殴ってこないでしょ。しいです。よし1しかないんだよね。ただそう、 TP 使っちゃってるから、 TP 使っちゃってるから1しかないんだけど、どうしようかな。一旦ちょっとここにいて回復しよう、自分を。使います。で、
こっち向く。最善の手は。で、ね、今だで、フレデリカ様、今だしとくか。でも、もう弓兵とかだからな、いいんだよな。セレノアがまあまあ、でも、出番回ってくるの早そうだな。じゃあ、フレデリカ様、ちょっと、やろう。油断はなさらず。で、こっち向く。行きます。で、そこから、炎魔法打って、2人。焼き尽くします。オッケー、オッケー、オッケー。で、やつは燃えてる。これは。ユリオどうする？ここ行けば多分倒せるよな、この弓兵を。そうだね。TP は2だから。観念しなさい。よしよしよし、もうこれ見えたな。これは負けないっしょ。フレデリカ様。敵の弓兵が強い、マジで。行くぞ。これ後ろから挟もう。あ、挟める？挟めねえか。じゃあこっちだな。あれ、これ攻撃できる？あ、できるわ。二段突き向けんな。この槍を受けよ。回収しつつ二段突き仕留めます。でヒューエットはじゃあこっちの方からやって挟んで攻撃。いや、悪く思うなよ。誇りを胸に。で、回復兵は一応回復ができるのか。まだこいつは攻撃はしてこないから、ほっとこう一旦。パワーショット、弓対弓。どこから攻めるか。で、ちょっと待ってね。ただ113か、115。あ、これ、うん、やった。なんか技使えば倒せたっぽいだ。どう攻めるか。ベネディクト行くか、攻撃しよう。今だがもう使えないからね。油断しましたね。絆開けて、絆開けて、絆開けて。ちょっと効果見とこう。ウォルホート家の未来のために。終わらせましょう。で、フレデリカ様もちょっとそもそも TP がなくなっちゃったから、それでも殴っとく。後ろから少しでも減らしとこう。いくつだったら、これならダメだ、弱え。私ですね。 TP 管理重要だな。で、ユリオはただ火力は出るはずだから、そこそこそうはさせないって。何、あ、TP1 減少か。弓兵パワーショット使ってきそうだからな。まあ、ちょっとせっかくだしやるか。いくぞ。狙い通りです。 OKOKOK。 パワーショットって2使ってくる。使ってこなかったってことは結局1減らしてもさ、ダメじゃん。そういえば、うわ、強っ。出番だな。ここの弓兵はもうロランで倒せんな。さよなら。はっ、いける。覚悟からの攻撃。仕留めます。よし、あとは仕留めるだけだ。ちょっと届く、これ届かないな、多分。ウォルホートの名にかけて。で、無理だな。勝利への糸口。どうしよう、ベネディクト。一応これ回収しておこう。で、攻撃力上げとくか。攻勢に転じます。お役に立ってみせます。まだ立てますが。ベネディクト様ちょっとピンチなんで、一応死なないように普通のヒットポイントの外復回復しとこう。使います。上はもうセレノアに任せる。まだ、なんとか。で、ユリオは意外に死んでもいいや、攻撃しよう。えい、あ、後ろ向いちゃった。死んだな。いや、フレデリカさんを狙ってくるか。回復しといてよかった。これどうする、パワーショット。死んだ。いやいやいや、まあまあまあ。どこへ飛びましょうか。で、こっ
から、はい、さよなら。終わりです。オッケー、あと一人へ。あれ回収したいな。負けられない。どうなんだろうな。ヒットポイント的には100か。まあ大丈夫でしょう。ちょっと回収を優先する。情けは禁物です。ベネディクト攻撃しよう。仕込むぜ。30渡んのかでも。行きます。このままでは。大丈夫。フレデリカ様。あ、これこっちが強い。あ、どっちもでも倒せる。あ、どちらも倒せるわ。決めてくれ。私の魔法で。いいね。ここで戦利品。また多分勲章のはずだから、パターンからして。フレデリカ様、上級職にしよう。二等勲章。ゲット。いや、つらかった。最近戦いがつらいね。ちょっと地形とか知り尽くしてからやらないと普通に負ける。ご利用しはできない。アンナ様出さなかったけど、アンナ様っていうかアンナちゃん、まあ、でもじゃあ誰変えるって話だけどね。お助けを。もう勝負はつきました。命まで取らなくても。そうはいきません。我々の動きを知られました。この男は塩の不正に関わっているはずだ。証人にできるのではないか。はい、全部喋ります。喋りますから。変わり身早っ。では試してみましょう。バカめ、まだ勝負はついていないぞ。ソルスリー様に報告してウォルホート領を襲撃。さすが、君を出さなかった俺の失態だ。手間をかけたな、アンナ。いえ、当然のことです。証人にできるような男ではなかったか。口は封じたけど、裏切りに気づかれるのは時間の問題でしょうね。その前に告発を成功させる。首都へ急ごう。ソルスレイの配下ブッカーの奇襲を退けた一行は聖ハイサンド大峡谷の首都へと入った。これ簡単に入れんの？ウォールマリア。あ、いた。兵士とか何にも言わないし。一応一般人っていう立場でも入れんのかな、クレバ。報告は受けたまわりました。だが不正の証拠と言われてもしようはしよう。正規の品と区別がつくはずもない。憲兵隊長のあなたなら、ソルスレイ殿が塩の裏取引をしているという噂を耳にしているのでは。あくまで噂です。しかも他国の者からの告発とあっては、噂を利用してソルスレイ殿を陥れ我が国を乱そうとしている可能性も考えねばなりません。ウォルホート家を貶めるつもりはないが。いえ、カンセル殿のお立場であれば当然の疑いです。この国にはびこる不正や陰謀を取り締まるのは我がパレント家の仕事です。さらなる報告があれば私に申し出ていただこう。わかりました。なるほど。協力してほしければもっと確実な証拠をつかめ、そう言いたいわけだ。市政人も迂闊には動けぬということか。
荒野の果てに終わり。